タイプ2ジョイフル今ヒーローは誰か、吉田拓郎ですが、吉田拓郎の長い音楽生活ですね、まあ、広島から東京出てきて50年余りですか、いろんなこの心マインドっていう、いろいろ存在するんだなっていうのを感じていましたですね。僕の思いっていうね、吉田拓郎の思いっていうのと人々の思いっていうのがやっぱり必ずしも一致しない食い違いも確かに何度か感じたことがありましたですよ。僕はほいで頑固ですからね、自分がこう信じる道っていうのがもしかしたら間違った道なのかもしれないけれども、それでもまあ自分で決めた道はもう進もうと頑固に、そういう選び方をしたんじゃないかなと思うんですね、自分が。で、その道を進んでいくしか、その時々の僕には考える余裕もなかったし、考えられなかったんだろうとも思うわけですね。やっぱりその時々に一人の人間として、僕は時には人々からこう見放されるっていうかね、突き放されるっていうか、そういうような体験も多かったのを覚えてますけども、僕が作った曲や音楽が愛されてないなって感じたことも あったのは事実です。心にも響きました。で、これは僕がやりたい音楽っていうのがあって、僕がやりたいその時々にねやりたい音楽と、それから時代が求めてる音楽っていうのが必ずしも全然一致しないことがどん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 多くなっていくわけですね、年々。で、まあ好き勝手に打ち込みをやったり、なんだかんだいろいろなことを僕は好き、トライするの好きだからやっていくわけですが、もちろんだ、そういうことによってズレも起こってくるし、だから不信感も生まれてくるし、溝ができてくるわけで、そういうのを僕自分自身でいっぱい体験しましたけどもね、そういうようなことがあって、で、まあなんだかんだあって今という時代を迎えてですね、ようやく僕がこうエンディングを演奏し終えてね、去年のライブ でステージを降りる時が今来て、で、音楽っていうことについて何か一つ言おうとするとね、音楽が僕はね大好きなのね、ここはね誰にも負けない、音楽は正直です、絶対に裏切ります、音楽は。50年前、広島を離れて、東京で一応トライしてみようと、僕の音楽でね、で、自分のこう音楽が、自分がやってきた音楽か、これから作ろうとしている音楽が果たしてどう受け止められるのか、世の中で、もうこれは挑戦の始まり、トライの始まりだったわけです。まあいろいろ困難なことがあって、さっきも話したようなこともあり、まあいろいろ困難なことあって紆余曲折いっぱいありましたが、どうだろう、結果的に今考えると、やっぱ楽しかったな、うん、頑固だったしいろいろあったけど間違ってはいなかったなと思うんだよね。そういう今の自分から発せられる言葉はね、サンキュー、楽しませてもらった、これなんだな、気分がサンキューって言いたい、本当に。ええ、大晦日から元旦にこう変わるその瞬間に全国の民放から一斉にあの曲が流れたわけじゃないですか。相当センセーショナルなプレゼンテーションですよね、これもね。我々が今ね普通にライブ会場で席を立って拍手をして盛り上がって、その場で立つのは構わないけど、その押し寄せるなっていうようなことも含めてね、それまでのね日本で立っちゃったらもうみんなね、もううわーっと押し寄せてガーッとなるしかなかったのが、それがね秩序の中で最大限のそのなんかエモーションを発揮するみたいなことをね、日本のライブシーンに定着させたっていう功績はでかいと思いますよ。
あれから2年歌は世につれ世は歌につれ変わってゆくが心の底をえぐられる激しい鋭い刃を持った歌との出会いは消えました。子供たちは大人に懐きすぎ、大人たちは子供に優しすぎ、僕の好きな歌を歌いましょう。時代の流れを横目で睨みつけ、今歌える歌はそうです、君の大好きなあのヒーロー、ヒーローになると、ああそれは今ヒーロー引き裂かれた夜にお前を話はしない。流行り歌がもしも力を持つならば、今僕たちの生活の一部までも変えてしまう時です。風俗までも、例えばビートルズ、例えばボブ・ディラン、例えば岡林、例えばピンク・レディー、いい加減な言葉を勝手に作り上げ、いい加減やわな歌どこまで続く。僕の好きな歌を歌いましょう。売れっ子の先生方を横目で睨みつけ、今歌える歌はそうです、君の大好きなあのやんねん、さあ立ちながらよやんねん、知らないんだ、本当はないんだか、元はといえば僕の将来はピアノのセールスマンになるはずでした。お袋に勧められ見合いもしたでしょう。親父の暴力で一流大学へ、そんな男が今こうです。だからこそ世の中は明日が見えません。隣の桃江ちゃんにも明日は見えません。僕の好きな歌を歌いましょう。スターになりたい人横目で睨みつけ、今歌える歌はそうです、君の大好きなあのめぐめぐ季節の中で、あなたは何を見つけるだろう。会社の社長さんなど偉いと思うなよ、ましてや歌い手さんなど先生処刑など、一番偉いやつそい
つはこんなやつ、自分の叫びをいつでも持ったやつ、自分の哀れを慰めたりしないやつ、戦いに負けたと嘆くじゃないぞ、強者に立ち向かえば逃げるじゃないぞ、僕の好きな歌を歌いましょう、天下を取ったやつまともに睨みつけ、今今歌える歌はそうね、僕一人大好きなあの人間なんかだな、何かが欲しいのや、それが何だかわからない、だけど何かが足りないよ、今の自分もおかしいよ、
宝物は音にも聞け、比較場やって目にまみや、我こそは千代に八千代に不滅の大宝。